ライアー・オブ・ザ・レッドです。さあこれはよいしょ、これね、ドラゴンと戦うっていう話なんだけど、おっとこれか、ドラゴンってこれ火を吹いてるってことかなこの火をまとったプクプクが、あーなるほど。そしてこれはガードして、ガードしたらボムの方に跳ね返っていくから、これで、あ、これでダメージってこと。あーなるほど、面白い。攻撃が増えた攻撃が増えた。よいしょ、リンクだから、リンクだからまだ戦えるぞ。これマリオだったら相当難しいけど、リンクだからいける。ガード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 、オッケーオッケー、これでダメージ、あと1回くらいかな。ガードオッケー、ほい。あーちょっと待って、あー危ない、死んじゃう。ガードガードオッケー、ガードガードガードオッケーオッケー、これでそろそろクリアか。あ、クリア、クリアかな。倒した、ドラゴンを倒した面白いなこれ。え、なにこれ、ここ、ここに行けってこと。ここだよね、ここだよね、右は何もないよね、行く。さあそして、え、なにこれ、あ、ドラゴンの背中ってことこれ。あいや発想が、うわ、ちょっと待ってさあ中間、中間、そしてこれは、これはドラゴンの背中かなドラゴンの背中から脱出してるのかな。おいしょ、こっち。これはここでこうしてこう、いける、いけた、急いで急いで、死んじゃう、死んじゃうよ。どうすんのこれ、どうすんの、こっち、いけた。あ、ちゃんと砲台から何も出ないようになってる、おしゃれだな。何これ、50コインクリアってことかな。50コイン、これでクリアかな、クリアだ。なるほど、え、何これ、あ、これはコインか、オッケー、これでクリアー。いやー面白いコースでしたね。レッドドラゴンと戦う、コース、最初に顔のところで戦って倒してから、崩れる体を脱出っていう感じですねすごい。皆さんも良ければ遊んでみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。